5分ぐらいですね。まあ、最後 の、 あの配信はあるんですよね。最後の配信の、はい、まだ自腹切り配信あります。この後配信え、や打ち上げ前カメラ屋さんもやったじゃないですか。この声がカメラ屋さんなんですか。いや、あの時のソヤさん頑張りましたよね。カメラ屋です。私がカメラ屋です。やっぱりマッドマウスの閉店をこんだけの人が悲しんでくれるということで、感慨深いです。この方の目玉笑顔に優しい声ですね。お優しい声ですね。だってなんてコメントしたいですかね。ありがとう。そうでしょ優しい声でしょ、ね、女の子育ててるんで、あんまりその声をね、荒げる荒々しい声はちょっと しないようにしてるんですよね。いいことだと思います。あ、メタコさん勝つ。メタコさんの勝つ宣言。勝てメタコ、行けメタコ。あー、膝膝膝膝救われメタコ。勝てメタコ頑張れメタコ。投げメタコ。あーメタコ。なんでこんなに人がいっぱいいるのに画面に映ってんの、いつものマッドマウスの2人。散々木曜の配信で見たわ。やっぱ UFO を破りまくったのが原因ですかね。あなたのせいか。マッドマウスの閉店は。なんか大人の事情です。まあ閉店なのは寂しいですけれども、よかったら今日これから神奈川で対戦したかったらどこになるんですかね。神奈川で X の対戦が、まあ、川崎のウェアハウス一択になっちゃいます。カメラ屋さんだったら家に紹介ありそう。カメラ屋さんだったら家に筐体ありそうって言うけど、いやいやいや、娘ちゃんたちになんかクレームが入るんじゃないですか。ゲームに理解のない家族ですよ。さあ、ワンピーが篠丸さんが乱入ですね。あ、東京の方から来てくださいました。篠丸さんはね、結構秋葉原で、はい、もう梅原くんたちと知り合った頃に、はい、あのそのメンバーだったんですよ。そう、でも でも家でやるのか、ゲーセンでやるのか、違うんだよな。うん、そうだね。それは割とどのゲームでもそうだよね。
今じゃ家で対戦だってできるけど、やっぱり家で対戦するのもゲーム戦で対戦するのも同じゲームでも違うものね。対戦用の部屋を借りないと無理ですねレンタルルームなんかすごい音が立つんでしょ。え、なんかボタンとか押す音とか響くじゃないですか。実際家の中で筐体動かすとどんぐらい響くんですかね。私あのこんな膝で抱えるようなアケコンだけど、それでも結構ガチャガチャやってると響くし。技が出る出ないだけでもやっぱり勝敗関わってくるから、なんか重みがありますねその言葉言い訳したくないでしょ、なんか出なかったからとかさ。だからちょっとやりづらいよね家では。あ、通ります、ちょっと待って。皆さん差し入れがあるので、あの食べてってください。皆様実況席の後ろにお菓子がいっぱいあるので食べに来てください。ちっちゃいエビせんとかふっかちゃんの可愛いお菓子ですよ。個包装のお菓子なので持ち帰りいけます。ふっかちゃんのお菓子とエビせんがいっぱいあります。余るともったいないので。さんがこの後の打ち上げの焼肉屋さんにお電話したところ、ご飯を炊きますかと言われたそうです。大変申し訳ございませんが、ご飯を炊いてはいただけますでしょうか。かわいいですね、おまんじゅう。ふっかちゃんのおまんじゅう。焼肉と言えば白いご飯。焼肉といえば白いご飯。そうだね、美味しいよね。そう、深谷ネギのキャラクターのふっかちゃんですよ。ふっかし違う違う違う。お菓子、お菓子し、あ、配りに。じゃあ私も行ってこようかな、配りに。
ザ・セイント。歩き昇竜の精度が半端ない。一回りして帰ってきました。ただいま21時45分。カメラ屋さんだ。これはシュウさんの剣です。カメラ屋さんはあんな技はできないんです。カメラ屋さんは今ここにいる。シュウさんですか。おら、色で勘違いしました。ダブルそうだよね、シュウさんとカメラさんっていうか、まあでも正直この枠でこの色の剣がいたら大体わかるかなと色は一緒でも。まあでもこの配信でこの色の剣が動いてたカメラ屋さんだと正直思うで、動き見てあれなんか今日のカメラ屋さんなんか違うこの動きできたらね、ちょっと俺も勝率アップだね。単発ダメージしかないからね。高校レッドに目覚めたカメラや隠しキャラ。コマンド入力で出るかな。高校レッドに目覚めたカメラや。そろそろ時間かな。まもなく9時50分、まもなく9時50分でございます。50分になりましたら一旦下へ降りてください。まとまずお店の外ですね、広いところで人数確認して、そのままお店行きます。まもなく9時50分、まもなく9時50分、9時50分になったら一旦下に降りてください。人数確認してお店行きます。とただいまソイヤさんのアナウンスがありましたように、もうすぐ焼肉屋さんに移動します。先ほどお名前書かれた皆様、移動お願いしますね。対戦は終わっちゃうけど、もしかしたらあっちで配信はするかもしれないです向こうの配信はなんか昔なんか忘年会の時になんか配信してたんですよね。忘年会の時はやった。まあ画像っていうか映像は悪いかもしれないですけど、映像確かずっとあれガロボーさんが映ってたねそう、ガロ坊さんが延々肉焼いてもぐもぐ食べてるところが映っててうん、メカドの下も来るんだ、すげー別に、そんなくくり方をしてもガロ坊さんはガロ坊さんだよ、どこにだって来てくれるよ。あ、じゃあそろそろお時間、移動のお時間かな。9時50分になったら店の前に出て、時間厳守は鹿島田のねマナーですからね。時間厳守、まだ終わんないですよ。
あ、そうそう、木曜日最後の配信が、そう、まだあります。もう涙なくしてはね、ボロボロですよ、涙で。この見せられないのが残念。いやでも私もしかしたら泣くかもしれないよ。じゃあそろそろ、先ほどお名前書かれた皆様、そろそろ移動のお時間です。どうもありがとうございました。一回ちょっと区切ります。お疲れ様でした。ああ、では打ち上げ参加の皆様、お時間になりましたので、お店の外へ出てください。一旦お店の外へ出てください。人数確認してそのまま直行します。打ち上げ参加の皆様、一旦お店の外へ出てください。人数確認してそのまま直行します。はい、では打ち上げ参加の方、一旦外へ出てください。人数確認してその後直行します。はい、では打ち上げ参加の方、一旦お店の外へお願いいたします。じゃあ私もおりますのでね、皆さん一旦外へ出てください。これは大会ですか？
は21時頃終わりました。あ、すいません、ありがとうございます。
Thank you.
子供の頃の耳には、ハイホーって聞こえてた。
you
あれ？Shoot!
Shoot!
ワンチャンいこうかと思っていた、正月。
中央決勝、中央決勝、決勝決